はい、翼の塔の千代田区の事務所前にやってきております。取材陣の方もたくさんまだいらっしゃってですね、こちら機動隊の方もいらっしゃいます、記者の方もいらっしゃるというところでですね、まあここにですね、黒川がいるのかどうかっていうのはまだよく分かっていませんが、家宅捜索に入っているのはこの翼の塔の本部事務所とですね、あと練馬区のいわゆる支援者の山中豊の母親が所有権があるですね、自宅の方に、まあ自宅というかギャラリーの方に根本がですね、家族と一緒に住んでるというところ、この2箇所、そしてあと朝霞市議会議員の富山真紀の内縁の旦那である黒川が朝霞市の方に自宅を構えているということで、朝霞市の自宅とこの翼の塔の自宅事務所、そして根本がですね不法占拠している練馬区の自宅というか山中豊のギャラリーが家宅捜索の対象3箇所になっているということになります。でこの後ですね、これ自由妨害だけじゃなくて、自由妨害以外にも名誉毀損罪、私文書偽造罪、出資法違反の可能性もありますし、東京都の迷惑防止条例違反というようなさまざまな嫌疑がありますので、この後、まあ、おそらくですね証拠を調べて今日中には今黒川は警察署内に連行されていると思います。任意のおそらく逮捕状が執行されて逮捕される可能性が極めて高いと思っております。以上ですね、翼の塔本部事務所前からお伝えいたしました。 NHK をぶっ壊す。ちょっと緊急で動画回してます。令和6年2024年の5月13日お昼12時、18分です。もうニュースでも報道されている通り、翼の塔のガサ入れが、いわゆる家宅捜索というやつですね、が、午前11時に始まりました。特徴としては、まず一番、まあ、機動隊がですね、出ていることですね。これはもう、通常のガサ入れでは機動隊などは、冒頭、いわゆるガサ入れに機動隊が参加するということは、通常はありえない。まあ、大体やる場合は、これ、暴力団事務所、などですね、過激派組織に対してガサ入れするときに機動隊が出ますので、この機動隊が出動していることが一つ大きなガサ入れのポイントかと思います。で2番目、嫌疑なんですが、何罪なのかっていうと、まあ、自由妨害罪っていうのでニュースでは報道されていますが、この他に余罪がありまして、名誉毀損ですね、私に対する名誉毀損であったりとか、こう文書と書いてるのは私文書偽造罪の疑いもあります。で出資法というですね、まあ、お金も集めていますので出資法違反の可能性も出てきますというところで、まあこれ直ちに逮捕されるかっていうとですね、これちなみにガサ入れが入るとですね、逮捕されなくてもとりあえず警察に来てくださいということで任意の事情聴取がもう始まっているというか、ガサ入れの立ち会いをさせた上で、その後警察署に引っ張っていくんですけども、逮捕するかどうかは証拠の出方次第ということになってきますので、今日中に黒川やと根本そして杉田の身柄がですね自由になるかどうかがですねポイントになってくると思います。特にその自由妨害罪で今回ガサに入っていますので、この自由妨害に関して、まあ、他陣営の妨害をしたっていうことになるんですが、まあ、マイクを使ったそういう演説っていうのは翼の塔の選挙演説になろうかと思いますが、まあ、黒川がやっていたですね、まあ、維新の会の金沢候補に対して太鼓を鳴らしてましたね。で、太鼓を鳴らすっていうのは、これは、やはり演説というよりも他陣営の妨害というように見られると思いますね。で、特にその内心を証明しなきゃいけませんので、彼らの、まあ、翼の党内でのやり取りっていうのが、どういう目的で太鼓を叩いたのかとか、どういう目的で、まあ、演説をしたのかっていうのは、目的がですね、彼らの LINE とかメールとかのやり取りで明らかになっていってですね、自分たちの選挙運動をしようとするのではなく、他陣営の選挙の妨害をしようという内心が、
そこで立証されれば選挙の自由妨害罪が適用されるのではないかなと思います。で、名誉毀損は私に対する名誉毀損で、これはもう 100% 有罪になる案件ですね。で、文書、私文書偽造については、メールや LINE のやり取りを調べて、この後、いわゆる関係者のスマホ全部押収されます。しばらくですね、何年かは、数ヶ月じゃないですよ。何年かは、この、黒川や杉田や根本のスマートフォンは警察に押収されます。帰ってきません。裁判が終わってからしばらくするまで。で、あと出資法は薄いかもしれないんですが、これ、出資法も調べられると思います。いずれにしてもですね、一つの犯罪の疑いがある、事務所や、まあ人間に対しては、他のことも調べるということで、いわゆるガサ入れ、まあ家宅捜索と言います。正式名称はね。で、裁判所が令状を出して許可をしているものですから、調べたところ他の犯罪も見つかってくる可能性が、結構極めて高いかなと思っています。で、最高刑が自由妨害罪は懲役4年なんですが、名誉毀損との少なくとも併合罪になりますので、懲役マックス6年ということになります。マックス6年になりますので、これ実刑の可能性も十分ありますね。実刑の可能性が出てきました。で、反社認定もされているのではないか。まあ、いわゆるお金の動きがですね、これ通帳なども全部持っていかれますので、これ誰が選挙資金を出しているのか、まあ、活動資金を出しているのかというようなところも含めてですね、この後、家宅捜索の結果が、どんどん、まあ、時間がかかりますけどね、数週間、数ヶ月かかりますが、結果が出てくるんじゃないかなと思います。いずれにしてもですね、まあ、証拠隠滅の恐れがあったりとか、海外に逃亡する可能性があるとなれば逮捕と、身柄拘束ということになりますので、そもそもガサ入れをするぐらいですから、これ、翼の党に対して任意でこういう書類出してくれっていうことをやらずに、あえて強制捜査をしたということなので、強制の取り調べ、つまり逮捕される可能性は、まあ、極めて僕は高いと思っています。もちろん、自由妨害罪に関してはなかなか過去判例がないので、警察、検察もですね、ちょっと慎重になってたと思うんですが、まあ私が名誉毀損の告訴状を出したということで、まあここは 100% もう黒川自身も認めていますので、100% 有罪にできる罪が一つ見つかっていますから、もし裁判になって自由妨害が最高裁などで、まあ裁判所で、仮に却下されても、いわゆる認められなくたとしても、名誉毀損罪は確実に有罪に持っていけるということで、まあこれ、名誉毀損は僕だけじゃなくてね、黒川に関しては高槻署でも受理されていますので、まあそういうところでですね、有罪にできることが確定をしているので、まあそういう意味ではガサ入りもしやすかったんじゃないかなと。まあ僕が先週ですね、被害届を出したことが、被害届、まあ正確には、告訴状を出したことがですね、警察のガサ入れの後押しになった可能性は否定できないと思います。まあ、いずれにしてもですね、まあ、黒川君を僕は追い出した理由というのはこういうことです。彼らは NHK の被害者なんか守ろうという気持ち1ミリもなくてですね、この人たちは NHK から国民を守る等に必要のない人だと。で、それを大津に言ったところ、大津が黒川と組んだということで、まあ、大津側と分裂したということなので、まあ、僕はね、黒川君を活動家としてですね、認めていないわけではありません。このように、警察と戦う、司法と戦う、裁判所と戦うことを経験して、一度ね、まあ有罪になるなり刑務所に行ってですね、それでもまだ彼がやるということであれば、それは本物の活動家なので、まあ今回は自分が犯した罪についてですね、しっかりと償った上で、またですね、刑が確定してから活動することを、望んでおります。まあ、そういうことをね、期待しておりますが、あとは、この翼の党に関しては、こういう私文書偽造とか暴力団とのつながりとかも十分にありますので、収支法違反とかもありますので、反社認定される可能性がもうすでにされているかもしれません。翼の党に対してお金を寄付するとかっていうことについては、反社会勢力との密接交際者になる可能性がありますので、十分その辺は、
翼の党をですね、金銭的に応援される方については、その辺は覚悟を決めた上でね、可能性がゼロとは言いません。100とも言いません。ただ、翼の党に資金援助をすることが、反社との密接交際者という可能性も出てきますので、慎重に支援される方はやっていただきたいと思います。研究動画でした。以上です。NHK をぶっ壊す。パチプロ政治家 YouTuber、N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな。俺は持ってるぶっ壊す力。未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ。ぶっ壊してみな弱小政党。グリーン路上カーセックス、これはアウトなデラックス。反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル。何が何のお客の差、多分何の女性の方、もっと一発自信を、お宅の案はもうこりぼりよ。一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから、俺が全てを暴く NHK をでっかー。